おはようございます。最終日の朝です。体調はどうですか？バッチリさケントは大丈夫？バッチリです。俺はちょっと筋肉痛かな。飲みすぎいや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 、そんなことない昨日はちょっと飲みすぎましたね。飲みすぎましたね。だけどあれだけ飲んで何時間いたんだ？結局開始6時に食ったでしょ。うん、それからすぐ行きましたね。まあ1時間ちょっととして7時くらいから12時くらいまで3時間4時間5時間8、9、10、11、4時間ぐらいで、うん、4時間ぐらいで全員で5000円くらい今回なんか健太かなりあの稼いでたみたいだけど、ビリヤードで勝ちました。お年玉がゾーンが口をもうやんねえぞ会長体調どうですか？バッチリですよ。あのなんか気のせい か顔がただやつれてってるような気がするんですけど。いや、それ気のせい。気のせいですか？多分気のせい。だんだん体がちっちゃくなってってるような気がするんですが、たぶん気のせいだわあのもう全然問題ないよ。怪我した目は大丈夫なんですか？いや大丈夫ですよ。全然見えすぎて困るのあのこのようなテンションですね、朝からね。返してくださいね。逆さまだから。逆さまだから。上下あるから。ある裏表もある。めんどくせえ。トマムだよ。
宿の最終日、アルファリゾートトマム、ラストランになります。最後だから気合い入れていきましょう。止まんないで。結構横からもかっこいいかな。取っちゃった？取っちゃった。ありがとうございました。イエーイ、頑張りました。頑張りました。頑張りました。チッコしたい。イエーイ。はい、現場の報告です。合宿3日目終了。疲れた。ご苦労さまでした。イエーイ。加瀬さん、ご苦労さまでした。加瀬さん、主演と優勝めっちゃないかも。健太、ご苦労さん。疲れました。派手になんかやらかしちゃうみたいだけど、平らなとこでパウダーでハマってみんなもがいたもんな。3日間よく滑りました。よっしゃ、行こう。パイ、